号砲鳴って第4レース A 級予選競争スタートです。2番の島村拓海が早くも前を取って4番坂本明輝2番手3番手に7番の阿部龍文が上がっていきます。追って5番の湯浅大輔、内から上がっていました1番の山崎敦夫は、ここまで下げる格好となって湯浅の後ろラインができます。そしてその後ろに3番の土屋仁志、最後尾6番の玉木秀則で3対3対1、九州勢が早めに動いていって南関関東も即座にまとまって玉木も最後尾に落ち着く形です。2周回目に入っていきます。正攻法2番の島村拓海です。ここ7場所予選クリア中、決勝進出もあります。マークは4番の坂本明輝、捉えたところが締め切り直前3連単では1番人気、第3番手は7番の阿部龍文です。トーチは昨年の7月以来、その時は決勝進出を果たしました。後ろ攻めが5番の湯浅大輔、マーク1番の山崎敦夫、デビュー初優勝が1993年このバンクでした。難関両者の後ろに3番の土屋仁志、最後尾6番の玉木秀則、さあ残り2周を迎えるところで湯浅が動き、そのまま前を奪っていきそうです。抑えていきました。山崎敦夫、土屋仁志、さらには6番の玉木秀則まで続いて東の4社が前段に出ました。ジャンマイ2コーナー、下げた島村はどのあたりから巻き返すでしょうか。ここは一旦流れが落ち着いて打賞を迎えています。赤番で動いて後ろ攻めから湯浅が主導権を握り、2センター少しピッチを上げていきました。ジャンの4コーナーから残り1周間に入っていくところ、さあいいペースを作っています湯浅です。一方力上位の九州勢もどのあたりから巻き返すでしょうか。1センター徐々に前段ペース上がったところ、2番の島村も加速をつけていきます。最終バック4番手3番手と徐々に上がっていく、1番の山崎の牽制をどうやら乗り越えそうです。まくり切ります。2番の島村、さらに外へ持ち出して4番坂本、追って7番の阿部、さあゴール前の勝負は最後は坂本が捉えました。4番2番7番でしょうか。どうやら上位人気1番人気で決まった模様です。リプレイで振り返っていきましょう。バックストレッチめがけて2番の島村拓海、しっかりとまくりを決めていきました。追った4番の坂本明輝、ここも得点90点オーバー、しっかりゴール前は仕留めています。4番2番そして7番、ライン 1,2,3 で決まった模様ですが、一応の入線順決定もう少々お待ちください。以上第4レースでした。